それでは需要研究会を進めていきたいと思います。えー、今度は研究に対する、えー、指導助言及び講演を横浜国立大学客員教授、日本女子大学名誉教授の吉崎静造先生にお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。 横浜国立大学客員教授、日本女子大名誉教授の吉崎でございます。じゃあ、画面共有をさせていただきます。まず最初に、本校の研究の意義についてお話をしてみたいと思います。まあ、今日の授業も素晴らしかったですね。えー、特に今日はですね、 対話的な学びということで共同学習とりわけですねあるそれぞれのグループの子どもについてその班の子どもだけではなくてクラス全体がですねワールドカフェという形をとってみんなの方からいろんな意見良さと改善点をいただきましたそれをですね PC タブレット PC の画面合体機能を使いながらですね見事にそれぞれの意見がこう集約されて その本人にフィードバックされたという非常にあの対話的な学び、共同学習の一つの見本となるような実践だったと思います。で、本校は2年間にわたって、えー、パナソニック特別研究指定校ということで研究を行ってきました。えー、この特別研究指定校というのは、まあ150万の研究し、えー、助成金をもらうだけではなくて、まあ、私を含め、えー、全国のような 教育工学関係の専門家が1人入りまして6回にわたって指導を行うと指導助言を行うという形で進んでいる仕組みでございます。で本校はここの画面にもありますように確かな学力については今山口研究士にの方お,お話ありましたけれども思考力判断力表現力そして情報活用能力の両面から捉えてきました。 ただし私は2年目のこの総合的学習を中心とした探究学習を見ますと地元小林についての子どもたちは問題を発見しその良さを見いだしそして将来についての見方の見通しを持って示唆をするという連望をするというような問題発見解決的な能力も育っていると思いますのでこの3つの柱と私は捉えています。でこの 3つの力資質能力はまさに21世紀の変化の激しい時代にはふさわしいものであると。新学習資料要領から言いますと思考力判断力表現力というのは教科等でつけたい資質能力の中核にあるものです。一方そして情報活用能力や問題発見解決能力というのは教科横断的なまさにその学習の基盤となる能力であるというふうに 今回の学習指導要領では示されていますその本質的なところをあの資質能力として挙げていただいたというのが特徴かなとまず思います。また本校はですね東方中情報活用能力チェックリストということを使いまして、まあ、小中連携の中で行われてるんですがその能力は情報活用能力というのは情報収集整理発信という、まあ、3能力 解能力がありますけれども本校は特にその整理のところは分析と統合というふうに分けておりますので4つの解能力というふうに考えながらこの情報活用能力を進めてきました。で比較に変化を見ながらですねその実態と変容から全員教職員で共通理解をしながら授業を進めてきたということであります。このの点でもその子どもの学習状態ををきちっと形成的評価をしながら 進めてきたことに異常な意義があったとと思いますとりわけ今回の指導要領等を考えますと主体的対話的で深い学びの定義というものが重要になります、まあ、いろんなところで私も行きますけどもこの主体的な学び対話的な学び深い学びというものをどう捉えたらいいんだろうかってよく話題になります本校はこの点をですね明確にえー 考えをつまり主体的な学びというのはこれまでの自分とつなぐつまりこれまでの経験とか学んできた知識機能と今まさにやろうとしている学習課題をつないでそしてまだ完全な考えではないんだけど自分なりの考えを持つこの自分なりの考えを持たせるということが非常に重要です。 それがその後の学びの主体性につながってくるわけです。それから対話的な学びということで人とつなぐ。人のいろんな意見、今日はまさにこの授業だったわけですけども、つなぐことによって、比較、吟味、検討しながら自分の考えを広げ、深めていくということの学びですね。そして深い学びというのは、この、あの、 今まで学んで学んできた知識技能と本次のこの授業で学んだ知識技能考え方ですねとどうつなぐのかこれまでの考えと新たに学んだ考えをどうつなぎそしてそれを構造化することによって次の学びに対する考え疑問を持つ次の考えに対する問いを持つということが連続していく,いくというこういう考えになってるんですね キーワードはやっぱりつなぐということです、本校の場合は。そして主体的、対話的で深い学びのために ICT が有効に活用されているということに大きな特色があります。本次の対話的な学びの中では、ワールドカフェという方法も使われておりますが、ICT の画面合体機能といいますか、 そういう結合する機能ですねそういうものをうまく使いながら授業が進んでいったのではないかと思いますじゃあ昨年度の事例を踏まえてこの点の主体的対話的で深い学びのためにどのように、えー、ICT が使われたのかということを見ていきたいと思います体育の授業ですがこれは1年生があのだったと思いますがバスケットの フリーースローですね。どのようにしたらよくなるかという正しいフォームでフリースローを打つなにはどうしたらよいだろうかという授業ですでこの授業の場合にですね、えー、見本の動画これはあの高校生のバスケット部の学生の生徒のフォ、えー、ームなんですがそれを見ながらですねあこれが見本なんだということを学んでいますその際にですね前の時間で自分がやっ フリースローの動画がありますそれとその高校生の見本となる動画をですね比べるというとこなんですね。これは私は主体的な学びかなと思うんですね。これまで学んできたものと今日学ぶものとの、まあ、目標ですよね、これはとのこう比較をしながらですねしていくというこういう学びですね。で実践とというところでではグループで他の 友達ですね、仲間のフリースローの様子を見ますので、それとこう自分のものとこう比べながらですね、ICT などでやるんですが、こう比べながらやる、これはまあ対話的な学び。3が対話的な学びに当たるところかなと思います。4はですね、ここが特色ありますね。前の時間でやった動画と今日、その見本を見、 他の友達といろいろ意見を交流したりやってみて学んだことの動画、そして自分の動画ですね、それを比較することによって、あこういうふうにやっていったらいいんじゃないか、これが私は深い学びの一つの例かなと思うんですね。こういう点で言うと、動画がですね、前の時間、それから見本、そして給油、仲間ですね、そして自分の今日の動画、この辺が、ね、連続でうまくつながってるんですね。こういうい様子です。 これはです、ね、先生の方から今日の課題はどういうふうにやるんだよということとこれは高校生のバスケット部の見本となるフリースローの様子をみんなで確認してるんですね見てるんですねそして自分の前にやったものとこう比べられるようになってんですね自分の,ででその今日の様子はですねこれタブレット PC で撮ってるんですが中山の先生この時京都先生だったと思うんですが工夫していただいて こう、きちっと映像が撮れるような形の形になっているんですね。無理やりの子そしてその様子をですね、こう、フリースローの様子を撮りまして、自分が今日ですね。そしてそれをですね、仲間のとやったフリースローとこう比較して議論してですね。で、時で今度は見本となる高校生の動画と比べたりしながら、ここがまさに対話的な学びですね。で、最後に自分の今日のものと、 前のの時間にやったものと比べてるんですね学びこういう形で ICT、要するにタブレットなんですが、これをうまく使いながらですね、主体的、対話的で深い学びが連続してこう,うまくつながっていくという授業だったんですね。これは本当によくあの本校が考えた定義ですかね、この主体的、対話的で深い学びっていうものを具現化してる、こういった授業だった。 具体化していますすねこれは非常によく分かる形です、はい、理科なんですが、これはですね、直列回路なんですね。直列回路ですから、まあ、参加者取るんですが、そこを調べまして、電流計で,で。電流は本当にどうなってるんだろうかということをこう考えていくわけです。まず、自分が今まで小学校からこうずっと学んできたものを使いながらですね、予想を立てるんですね、仮説を立てて。で、それをから実際にこう、 観察実験に入るわけですけどその時ですね自分の予想を立てる時に、まあ、こういうふうに自分の一台のタブレット PC にこう,う予想を書いていくわけです3箇所の電流の大きさはどうなってるんだろうかこの子は直列回路で同じ分だけ流れてるからこの3箇所 CDE は同じ電流の大きさなんじゃないかっていう,こう,いう予想をこう自分の画面タブレット画面にこう書いてる ですね、そしてそれをですね、まあ、ここが主体的な学び、自分なりの考えをまず仮説として書くというところだと思います。で実際にこう測定しまして、2 0 5 m a ア、207mAh 20というか若干違うんですが、これは測定誤差の範囲内だろうと。だからこの CDE は同じであると。 結論づけていいのではないかと、この子は考えたわけですね。それを、この4人のグループの仲間で共有し合いまして、自分はこういう考えで、こういう結果とこうなったんだと。私はこうなったんだと。で、この4人を今度は合わせて、このグループとしての平均得点。平均の、得点というか平均の電流ですね。値ですね。これをグループとして出していくと。で、それを全体で今度は共有して、 全体でいやこ私はこう一台一台のこうタブレット PC がまさにうまく使われグループでの,この対話的な学びになりそして最後にその結果を踏まえて自分なりの今度はまた結論をつけていくという形でうまく流れてる授業だなというふうに思いました。 じゃあ21世紀のこの変化のある社会変化の大きな社会ではどのようなスキルが求められるのかということなんですが資質能力ですねこれは有名なのは21世紀型スキルと呼われるものです4つの大きなカテゴリーと自由のスキル代表的なは自由のスキルになっているわけですまず思考の方法まあ本校が目指す資質能力もここに入ってますね問題解決とかいろいろ それから思考のところですね。それから働く方法、これはコミュニケーションとかコラボレーション、まさにこの対話的、共同的な学びというのはここですよね、4と5。そして、本校が目指しているこの情報活用能力、それから ICT のリテラシー能力ね、ここはまさにこの働くためのツール、二重質的なツールというところに関わるわけです。 6の情報リテラシーと言われているものは情報活用能力情報の収集整理発信する力本校でいうと情報の収集そして分析統合伝達というこの能力ですねこれが全ての教科総合等を通じてつけられているですから当然その時にはあの活字情報である教科書とか文献等も 活用すするとということになります7の ICT リテラシー、ICT をどのように使っていくのか。これが今回はのギガスクールということで、一人一台の情報端末持つのが全国でなるわけですけれども、まさにこの ICT リテラシーをどうつけるか。今日もキーボードで打ったりですね、書き込んだり、いろんな形で字で書いたりですね、その画面にですね、いろんな形で使われたと思います。 この ICT をどう使っていくのかということが、まあ、教科と含めていろいろやられるんですが、本校では特にですね、特活でも使ってるというところに特色があります。生徒会活動、それからですね、さらに言えばこの修学旅行等にも使うと。まあ、そういう形で、事業の教科等だけではないところの活用にも本校の特色があるかなと思います。そして、世界の中で生きるスキルでございます。 じゃあ ICT を活用した事業の,のデザインをどうするかっていうためにはじゃあ情報活用能力っていうのは本当にどう育てていったらいいんだろうかということになるわけです。で国としては数年前に本格的な調査をやりました。これは小学校5年生と中学2年生それで3000名以上ですね。でこの調査の結果 なんですが大きく言うとこの2つが特色だったんですね。小中学生とも整理された情報を読み取ることができる。これはですね、いわゆるその1画面の情報を読み取ることはすごく得意ということが分かっています。よく読めるんですね。たただですね問題解決のために 複数の画面ページですね、ウェブページからそれを関連付けながら必要な情報を取り出して問題解決できるかというと非常に課題がある。つまり情報の関連付けに非常に課題があるということが結果として出てきたんですね。後でちょっと例をお話します。もう一つはですね、受け手の状況に応じて情報を発信することが課題になっているんですね。 相手の特性ですね、どういう人なのか、今どういう状況なのか、それに応じての情報発信ができるかどうかってこれは情報モラルの問題ともつながってきますね。で、その情報をか関連付ける能力がちょっと問題じゃないかっていうところは、この問題だったんですね、有名な問題は。小学生に行ったんですが、ゴミの 分別ですね。どのゴミこのゴミをいつ出したらいいかというこれは、えー、っと CD のですね空のケースなんですねプラスチックのこの詩ではですねよく読んでみると燃やすごみとプラスチックのを出せるときと2日出していいんですよ実際はでよく読んでみるとこの4 2つのことは分かるんですがこのそれぞれのページがあるわけですゴミ出していい分別 これをですね。関連付けて2日をきちっと当てた。子は実は9.7%の児童に過ぎなかった。つまり10人に1人しかできなかったんですね。これは教育関係者、特に情報関係のシステム研究者、教育者関連者にとってです、ね、教師たちにとっては大変ショッキングなデータだったわけです。 つまり日本の子どもっていうのはこう関連づけるっていう点は弱いっていうのが、イシジの例の読解能力でも出てるんですけどね、文章と非テキストの,あの問題をどうつなぐかっていうよう表グラフですね。同じような傾向がここにも見られたと。ですから、この点を考えると、まあ、今あのデジタルネイティブで子どもたちはいろんなことでスマホ等から慣れているんですが、こういうものは。 でもしっかり教育しないと本当には情報活用能力はつかないんじゃないかとやっぱり教育が必要なんじゃないかということをこれ示唆しているわけですね、えー、ところで ICT の活用の授業なんですが私はずっとこう3段階打ってきたわけですそれぞれの学校はどうなってるでしょうか まず、とにかく ICT を授業に使っていく段階。使ってみなきゃ分かりませんのでね。使っていくという段階ですね。どんどん。それから第2段階。どういう授業場面で、どのように ICT を効果的に使うのかを考える段階。ですね。本校はまさにここを集中的にやっていただいた。ということだと思います。3段階。 どういう子供にどのように ICT を使うかを考える段階ギガスクールがこれ、まあ、この来年4月から実現します1人1台のタブレット PC になりますそれからクラウド上でいろんな教材を取ることができるようになりますそうした時には個別最適化学力のちょっと遅れがちな子供苦手な子供もも同時に大事ですが得意な子 この全体の個人、子供にどう対応できるのか。これが課題。これは第3段階。将来次課題になるでしょう。そのためにはまず2段階をきちっとやっていただかないといけないということになります。じゃあどう考えたらいいのかということです。どの事業場面で活用するのか。導入、展開、まとめて大きく言うならば、どこで使うのか。全部使うのか。 どこの部分だけで使うのか。どの学習形態で使うのか。今日はグループ活動を中心になってました。個別、ペア、グループ、一斉どこで使うのか。そこで問われるのが事業デザインなんですね。導入の段階で使うのか。例えば導入でも、例えば個別導入、この3。 3A というところで使うならばこれからはですね自分の学習の履歴は残りますので一人一台のタブレット情報端末になりますから前の時間やその前の学年でやったことをですね取り出すことができるわけですねそうするとそれと本地でやる内容とが関連づいているならばそれを見て前これやって自分はこういうふうに考えたとじゃあ今日の課題をこれこう考えなくちゃいけないかなとか。 いうことをやることがなれば時間を取れば 3A になるわけですね 1A ならばみんなに公共動画を見せるとか何かを提示して今日の課題を共有化するというのが 1A になりますこれが展開になってくると今度は自分の考えをもっとしっかり考えをさせて 3B で仮説を書かせるとか理科で言えばこういうことをさせて例えば 2B で先ほどのバスケットで言えば フリースローで言えばみんなでそのやった映像を見ながら比較検討するとかそして1次で最後に自分のまとめみんなでまとめて個別的に自分の前の学習とつないでまとめるとかこれいろんなやり方があると思うんですが授業の流れはそのうちのどこで ICT を使ったらいいのかということがポイントになるだろうと思いますつまり私は常に言ってるんですが ICT はただ使えばいいということではなくて、黒板で言えば、電子黒板も大事ですが、これまでの伝統的な黒板も大事でありますから、どう使い分けるのか。そういうことが非常にポイントになるかなというふうに思います。そうすると、事業が、まあ、まずしっかりしているということが大事になるんだろうと思います。事業の組み立てですね。 その上で ICT をどこで使うということが本当に大事になってくると思います。とかくですね、ベテランの先生とか、経験を持っている先生は授業はしっかりしてますけども、ICT 苦手っていう人結構多いです。香港も若干簡ただ,んだんと思いますが、だんだん慣れてきますけども。そういう先生はね、得意な先生と組んでやったり、ちょっと指導、あの助言を受けてればいいんですね。そうすると、もともと授業がしっかりしてる人をやると、 鬼に金棒な,なんですよ。どこで ICT 使ってもうまくいきます。一方ですね、ICT が得意な人は非常に若い人が多いですが、授業のこうデザインがしっかりしてないと、もうやたら使うだけですから空回り。ここはむしろ ICT 使わない方がいいということもよくあるんです。そうすると、これから大事なのは、授業デザインのしっかりした先生と ICT の得意な若手とがベテランがうまくこう連携するって言いますかね。 これこそつながりですけど、こういうことが問われてるんではないでしょうか。こういう実践事例をちょっとお話ししてみたいと思います。今日挙げます二つの学校はともにですね、本校と同じようにパナソニック教育財団の特別研究指定校です。本当にあの2年間しっかりやっていただきました。どちらもですね、全国のこれからの ICT 企業での ICT 活用のモデルになるそういう学校であると思います。じゃそこにお話をしてみたいと思います。一つは広島県瀬谷町立瀬谷西中学校これ7年8年前に指定を受けた学校です。これの国語と英語それから4年前に受けた北海道教育大学附属函館中学校の国語と数学これをお話ししてみたいと思います。 この広島県の世羅町立世羅西中学校。ここはですね、山あいの学校で、これ有名なのは世羅高校っていうのは駅伝で有名な学校ですね。広島県のあの、ここはフルーツの有名なところですね。本校と同じように、あの、子供、規模は小さい学校です。非常に落ち着いた学校です。80名ぐらいの生徒と十数名の先生の構成です。 国語の授業です。瀬戸内海を写したいくつかのこう写真があります。その写真を見てですね、えー、自分がこれぞと思うものの写真から発想する詩を書くんです。これ俳句ではなくて詩です。この画面写真を静止画を見てですね、自分がこれぞというイメージが湧いたものを詩にしていきます。子犬ですね。 でその授業では3つ特色あるあの俳句を子供のものを、俳句ごめんなさい、詩を取り上げまして、それをみんなで、なぜこの詩が特色がある、良さがあるのかということを検討していくと。そういう子供が、この旧友友達クラスですね、クラスの友達が作った作品を手がかりに詩,詩の良さをみんなで考えるという授業なんです。これ、旅立ちというやつですね。青いっていう言葉がずっと出てきます。しま 島,島,島原と海原とか青い大空とかですねで執行と行くんですがこの青い青い青いっていうのがこうつながって出てくるわけですねこの詩についてですね「旅立ち」という詩についてこの4人でそれぞれがこの良さはどこかってこう議論してるんですねこの段階紙で書いてるようですねこの写真を見て。 そして、えー、あるグループの子供が出てきまして、これは、青青っていう言葉がずっとこうつながって出てきて、リズムカルであるとか、こういう特色があるとかいうのをこう説明してるんですね。実は、この男の子が作者なんです。で、作者、その詩を書いた子供の意図は、こういうことだっていうことを説明してるんです。なぜこの写真を皆さんにお見せするかというと、 この周りの女の子、そしてその正面にいる男の子、この目を見てください。この見つめる面。男は恋人の子を見てるような目ぐらいですよ、女。女の子も真剣そのものです。ここはね、事業の規律がしっかりしてるんですよ。みんなで学び合うって。その中に ICT が入ってきますから、非常にぴったりするんですね。 つまり ICT を活用する事業っていうのはやっぱ基盤がしっかりしてるってことですね、事業の基盤が。これを表してるんですね、これは。英語の事業なんですが、こういう使われ方もどん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 するんではないでしょうか。これはですね、現在、過去、過去分子。これはカットはカット、カット、カットなんですが、現在と過去と過去分子。これ教科書では20個ぐらい出てくるんです。でも、 もっといろんな、あの、現在系のもの、あの、単語をやった方がいいんだろうというふうに、この英語の教師は考えました。それで、いろんなものから取り出しましてね、問題集とか、そのいろんな参考書。100個ぐらい取り上げまして、そのタブレットに切るって出るんですよ。そしたら、生徒はですね、これ個別でやってるんですか、自分で。カットってこう言うんですね。そうすると、この文字がカットが出まして、 ALT 英語のネイティブがカッと発音してくれるんです。で、その後自分でこの現在確保、確文章を言うんです。カットカットカットそうするとこの単語と ALT のネイティブの音がカットカットカッとこう出てくるんですで。こう組み合わせなんです。文字と ALT の音とネイティブの音。で、自分がこう言ってからですけど、こういう形でどん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 自分のペースで100個やるんです。こういう形です。音を聞きながらですね、個別で。 これ、カム、ケイム、カムって言ってると思うんですねこのセット。こういう場合にですね、聴学習の仕方としては、視覚型、聴覚型、動作型、動作型と言われるんですが、聴覚型の子には非常にこれ、向いてるようですね音。自分の音だけ聞いて、こう見ながまあ視覚的にもあるんですが、非常にこれ、向いた形です。で、その最後のまとめはですね、みんなで今度やるんです。この先生、読む、リード、レッド、レッドです。で、この先生は、<coughs> あのベテランの先生なんですが、私1年目にこの学校行ったときですね、12、3、先生って12、3人いたんですかね、13人ぐらいでしたかね。最初にね、50代の、あ年齢っちゃまずいのかな、50代の3人のベテランの先生、女の先生に、えー、まずやってほしいと言ったんです。まだもう本当にタブルト入れた段階です、7年、8年前ですから。そしたら、国語の先生と、この英語の先生と、 体育の先生がやってくれたんです。まず授業を先行して。つまりベテランで今までタブレットなんか使ったことない3人の授業のしっかりした人をやってくれたんですで。私はその時3人をですね、キャンディーズと呼んだんですけれども、このキャンディーズは見事にやってくれたおかげで、他からどんどん中継を分かってもどんどんやりまして、2年間うまくいったんです。で2年目の終わりの時ですね、この3人の先生ともまだいらっしゃいまして、 いや、私たちはもう本当にタブレット気に入ったので、慈悲で買ったと。で、今、授業でどんどん使ってると。だから、先生に最初にタ、キャンディーズと言われたけども、名前を変えたいと、グループが今はタブレッターズと言ってんだ、って言ってるんですよ。まあ、こういう感じでですね、まさにこれが鬼に金棒な,なんですよ。授業がしっかりしてる中に、こういうポッと ICT 入れてますよね。 こういう形のものが非常に授業としてはですね,うま,くいくんですねまあもちろんこの時ですね得意な ICT の得意な方がですねあの本校の山口先生と同じようにこの研究主任が得意だったんですが教頭先生が支援してくれてたんですけどね私はもうみんなで支援しながらこう使っていけばいいと思うんで授業をどう組み立てながら使うかっていうことが大事だと思います。 こののの中学校の実践の意味です 1ICT を授業で活用するための条件学習規律ですね先ほどの,あの国語の授業市の授業もそうでしたね授業の組み立てがしっかりと整えられている2つ目にですね基礎的な知識技能の習得のために使うこと多いと思うんですがタブレットとプログラム学習の原理ですねこの場合は自発的にやるとか スモールステップでちょっとずつやるとか、結果がすぐあれ、英語の単語出てましたよね。関係の幹ムとか。あと、マイペースでやる。こういう学習の原理とタブレットがすごく相性がいい。この式技能の習得には。これを使ってるんですね。これは英語の授業でした。それから生徒の個人差。用事と ICT が使われてる。えっと、聴覚的にこう聞,き聞きながらやるとかですね。視覚的にこうだと え続いいいて、えー、箱て中学校に行きたいと思いますまず前半はですねここは国語の授業なんですがあの全国調査のこう踏まえましてね相手の状況に応じて情報を発信するということが日本の子どもは苦手であるということを踏まえながらですね、えー、情報発信をどうしたらいいかということを考えたわけですね。もちろんクラスの仲間 学年の子供たちにやるということはやりますが、これ親しい仲間ですね。公の人にはどう発信したらいいのかということを考えたんです。そのために、国語の時間を使って、全国のさまざまなコンクールですね。作文コンクールだったり、小説を出したり、論説を出したり、いろいろあるんですが、そのいろんなコンクールを自分たちで選んで、そこに出す。その審査員に 分かかってももららえるよううなものをどう書いたらいいたいうことなんですねでこの授業に行きましたらね今自分は何をやってる小説書いてる子もいる物語書いてる子もいる説明意見文を書いてる子もいろいろいるんですけども今どの状況ですって今日の学習の目当てのところを書いてあるんですねで私たちは,私はこうやりますとで35人のずっとこう学習今日の内容を書いてあるんです。 でクラス35人いるんですが、この真ん中にいる先生が、えー、っとこの担任の国語の先生この教科の先生ですが、見てましたらですね、この時間は30分あるんです、書いてる時間、えー、30分の個別学習の時間中に、この先生が見た子どもを見たのは18名でした。そりゃそうですよね。2分ぐらい見てもね。 限られてますからね。時間的に18分。30分でしたと、17人の子供に残り,残り、の子にはまあ、個別指導ができなかったということになります。そこのことが予想されましたので。その教室の隣にね。えー、これは函館中学校からあの北海道教育大の函館校にえっ、ー、と教職大学院の方にえー、行っている人です。 一年間ですね、えー。その人がですね、別室から残り17人に、えー、っとアクセスしてるんですね。こういう形ですこ。チャットで入ってるんです。その小説の主人公はどうなんのどういうキャラクターとか言ってこう聞きながらこうやり取りしてるんです。つまり、隣の部屋にいますけど、実際はこれどこからでもいいんですね。これ Google Classroom なんですが、 外からですね、アドバイザーの形で入るのは可能なので、例えば北海道教育大の研究室から国語の先生あの、文学の専門の先生に入っていただいてもいいわけです。東京からでもいいわけです。私はこれはね、新たなティームティーチングかなと思うんですね。ライブでそのフェイス2フェイスで対面でやるものと、これオンラインでやってるわけです。まさに今日の本校の発表会が、 対面とオンラインがこのブレンド型での発表会ですよね。これは通常の授業もそう可能なんじゃないかということを示唆しているわけです。それからですね、これは探究学習なんですけれども、こういう学習が本校のまあ総合的学習も非常に良くてですね、小林の学習を1年、2年、3年と。 問題と良さと将来に対する展望ですね。それに対する提案という形で1年、2年、生が進んでますけれども、教科でも短期は進めるかなという可能性を示したのが、これ、ここで属中学の数学なんです。1年生に向かって、この2年生がやってるんです。2年生の終わりの時ですね。2月、3月だったと思いますが、2月でしたかね、これは。その学年で学んだ、例えば、 一次関数とか連立方程式とか確率とか図形とかを使いながらですね4人で、えー、いろいろ情報収集をしまして自分たちが設定した課題とかですね架空の課題とかいうものを作りましてその課題を見つけて追求してるんですでそれを数学でやったその学年でやった、えー、連立方程式とか 一時間数がいかに使えるかということを一年生に教えてるんですね。これを紹介してるんです。つまり一年生にとっては二年生になったらこんな数学学学ぶんだなっていう、これは案内って言いますかね。一案内なんですね。で、二年生にとってはやったことの発表会なんです。医学年でこの学び合いをしてる形です。これ女の子のグループ4人なんですが、 年末ジャンボ宝くじは、まずこれ3億円ということになると、どのぐらい買えば絶対3億円当たるのかと、前後賞含めてというものなんですで。確率でずっとやっていくんです。あれ、続き番号ですからねで。どんな番号が出ても絶対当たるためには3億円ということをやっていくんです。でいろんな組み合わせを考えながらですね。結局結論は、5億円買うと絶対3億円当たるそうです。 まあそういう話ですけども、これをずっとこうやっていくんですね、確率これも面白いなと私は思いました。女の子が特に数学ね、こういう確率でらやっていくっていうのもいい,い,いなと。そしたらね、こういうグループがあったんです。これも女の子3人なんですが、この子たちはすごくこの、あの、アニメのあれが好きなんですね。プリキュアですね。でプリキュアがいろいろあるんだけども、 花の高さっていうものがどうも違うと、プリキュアによってで。花の高さがどのぐらいこう違ってくるのかっていうことで、こう作品のイメージとか違うはずだから、これを数式的に示したいと考えたんですね。でこういうことです。横軸と花がこう傾き始める縦軸をこう傾きに取りましてね、y=x AX という形で、A の傾きで示そうと考えたわけです。そうしますと、まあ、これ私はあんまり得意じゃないんですけど、2人はプリキュアとかドキドキプリキュアとか、うちの孫に聞かないと分かんないぐらいだけど、キラキラプリキュアとか、魔法使いプリキュアとか、これみんな傾き違うんです戻りますね、この鼻をね、 横軸、X 軸と縦軸、Y 軸からこう傾き、鼻曲がっていく、傾いていくところですね。これを A の傾きにしてるわけですねで。これを図式化してるわけです。私はこういうふうにいろんなこうものをですね、数式化してグラフ化するって面白いと思うんですね。だから多分これ分類していくんだと思うんですけどね、これを。私はこういうのはね、これはまあ一次関数を使ってるんですが、応用できると。 いろんなものにそういうことをこう問題解決にこう使ったものだと思うんですね。こういうの私はまあ教科の探求の一つのこれからなっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。まとめです。この北海道教育大学函館中学の実践というものはですね、相手親密な相手と公共の相手を意識した情報発信というものをこう したわけですが特に公共の相手についてはまああのコンクールに応募するっていう形で国語の授業でこうやって使ったわけですその際に教室の教師とネット上これ Google クラスルームですけれどものアドバイザーによる新しい指導形態のティームティーチングが導入されているこういうことがですね はもっとやれるんじゃないかなというふうに思うんですね。つまりこれからまあブレンド型にこういうふうになっていくんじゃないでしょうか対面的なものとオンライン上のものが組み合わさることによって指導者もそういう形のティームティーチングそれから学習形態なんかもそうなってくるしそれから今日のような発表会もこうブレンド型になってくるという形になってくることによってよりいろんな方がこう参加できる授業に。 いいいろんな方が持ってるるノウハウハを使えと最後のその短距離の学習なんですがこれは2年生がその年度に学習した数学の内容1次関数連立方程式確率などを活用して現実や架空の課題解決を行って翌年度学習する1年生に向かってプレゼンしているわけですね。 まあこういうものがこう医学部をまたがってこう学び合いができることによってですね新たな需業っていうものが成立し、そして学習が行われてくるんだろうと思います。これが加速するのが来年からの気がスクールだろうなというふうに思って大いに期待しているところであります。本当に今日はですね、日立新中学校の実践の 具体的な事業を見せていただきながら、かつ研究主任の方から、この意義ですね、研究の内容についていろんなものをいただきました。本当に我々はためになりました。で今日は時間なくて、研究主任も十分に説明はできなかったと思うんですが、このパンフレットです、結果をまとめたパンフレット、これ非常によくできてます、私も読みました。これをぜひですね、学校の方でも共有していただけたらなといううに、それぞれの学校で共有していただけたらなと思います。 どうもご清聴ありがとうございました。私のお話はこれで終わらせていただきます。以上でございます。